何かありますか？なんか、はい、はい、どうぞ。もうザ、ザ王道みたいな、もう爽やか、爽やかだね、うん、結構私たちセイラって、あの3000年に一度の正統派アイドルって最初冒頭でも挨拶させてもらったんですけど、その通り、あのキャッチコピーの通り3000年に一度の正統派として活動しているので、うん、結構ね、本当に王道アイドルみたいな曲が多い中でも、さらに王道なアイドルソングだよね。え、まだ上行っちゃう？そう、まだ上行くのって感じだよね。こんなに可愛らしい曲を、なんか、なんて言うんだろうな。なんか、ね、私、あの、私はセイラ加入してもうすぐで7周年経つんですけど、こんな7周年経ってからも、こんなにもっとポップでキュートな曲をやることになるなんてって感じだから。でも最近っていろんなジャンルのさ、アイドルさんが多い中、王道を貫いてるから、セイラは。うんうん、王道好きには ね、絶対聞いてもらいたい。王道アイドル好きですか？好きだよね。大好き。私も。ねえ、もう本当に可愛らしいアイドルがね、好きな皆さんにもきっと刺さるような曲だと思うので、うん、はい、あのね、もうちょっとでお披露目だったりね、ミュージックビデオも公開だったり、もうちょっとであると思うので、はい、それまでにセイラのツイッターとか TikTok とか、あと YouTube もやってますので、うん、ぜひセイラ SAY-LA でちょっと難しいんですけど、わかりづらいんだけど、あ、もうすぐの正統派で検索してみます。ありがとう。すごい、超ギャル、ギャル、超ギャル、これで出るのめっちゃ嬉しい。さすが10代。はい、ぜひね、今ね、携帯ある方はぜひ、もう今調べてください。で、あのね、フォローして、あの、更新を楽しみに待っててください。待ってください。あと、言いたい。あ、いいよ。なんか、今、若い方多いじゃないですか。JK もいるし、TikTok とかもしやってたら、振りもめっちゃ、泉さんが今回振り付けしてくださって、はい、めっちゃ、めっちゃ可愛い振り付けで真似しやすいんで、ね、ぜひみんなにも真似させてほしいなって私めっちゃ思います。ああいうのちっちゃい子がやっても可愛いし、絶対にギャルがやっても超可愛い。いや大きい、大きい大人がやっても可愛い。大きい大人がやったらもうある意味可愛い、ある意味可愛い。大きい大人ってもう絶対モテるよ。会社で大きいお友達ね。会社で有名になってほしいな。はい、ね、じゃあ、まあ、みんながね、やってもどなたがやっても多分可愛らしくなるような、うん、曲なんですけど、はい、ね、これはじゃあ楽しみに待っていただくということで、はい、はい、じゃあ今日はまだその新曲をお披露目しないんですけど、まだまだ一緒にライブ楽しんでいきますか。拍手。はい、じゃあそれでは早速最後の曲聴いてください。正統派の夏が来る。夏が来る、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 
初が答えだよね。以上、セイラでした。ありがとうございます。